はい、いいときでます。よろしくお願いします。今日はですね、芸能人、映画監督の次は誰だ、今後の性加害騒動を予想という話でいけたらなと思っております。映画監督のですね、榊英雄容疑者が性加害で逮捕されたということで、手口としましてはですね、女優への演技指導っていう名目で、自宅に呼んで、で、なんかタトゥー感がないかチェックするみたいなことで、あれよあれよとベッドインっていう手口のようです。で、このタトゥー云々の口実はまあ何でもよくてですね、で、それがなんかキスシーンの練習だとかですね、なんかベッドシーンの練習だとか、ここからはアドリブだとか言って、いろいろやると。で、この人の被害者っていうのもまあかなりいるようなんですけども、共通点としてはですね、その映画監督と、まあ、女優っていう関係性が多いみたいなんで、その映画で役をやりたい、あるいは役を外されたくない女優と、あとは女優とやりたい映画監督っていう、まあ、構図なんで、そこにですね、このまあ欲望がある限りですね、こういう被害が起こる可能性っていうのは、まあ、この人に限らず誰にでもあるのかなと思います。で、こんな感じでですね、最近はまあ芸能人の性加害とか映画監督の性加害っていう、この芸能界全体のまあ性加害が表に出てきてるっていう、まあ勢いに乗じて、これまで表に出てこなかったですね、性加害のパターンもこれからどんどん出てくる可能性があるのかなっていうふうに思いますんで、で、じゃあこれからですね、どんなその芸能界での性加害が表に出てくる可能性があるのかっていうのをいくつか挙げてみようかなと思います。で、もちろんそのテレビプロデューサーだったりとか、広告代理店とか、そのスポンサー企業の偉い人だったりとかっていうのももちろんあるんですけども、で、それはちょっとまあ定番すぎるので、まあ、それ以外のですね、パターンで、まあ、いわゆるこの枕営業的な感じとか、性加害が起きやすいやつを、ご紹介できたらと思ってます。で、まずですね、一つ目のよく耳にするのが、週刊誌のグラビア担当です。週刊誌で、まあ、グラビアのページってあると思うんですけども、グラビアアイドルが水着ので、写真みたいなのがあると思うんですけど、まあ、あれですね。まあ、その週刊誌のグラビア担当の人がですね、枕営業っていうのが大前提なんですけども、その上であるあるの手口としては、撮影現場のロケ班っていう名目で海外に行って、やりまくるとか。なので、なんかやたらめったら無駄に、リゾートでの撮影が多いわけですね。ですんで、芸能人の性加害とかですね、その映画監督の枕営業とか、まあ、偉そうに報じてる週刊誌こそ裏ではやりまくってるみたいなんですけど、ただですね、まあ、それを週刊誌が自分で報じたら面白いんですけど、それはないでしょうし、その他の雑誌も同じ穴の無地なではありますんで、報じられることはないのかなと。なので、あるとしたら、まあ、グラビアアイドルがそういう個人の SNS とかで暴露するとかっていうパターンなわけなんですけど、ただその SNS を拾って報じるっていうのも、まあ大体その週刊誌がきっかけになって話が大きくなっていくんで、なので個人レベルで SNS で暴露したとしても、まあこれがまあ大きくなる可能性っていうのは、まあちょっと低めなのかなとも思いますね。はい。で、まあ次によくあるのが、まあこれも主にグラビア関連なんですけど、カメラマンですね。さっきの変態映画監督と同じような口実で、まあ部屋に呼んでですね、で、まあスタイルの確認とか、なんかポージング指導とかで、ここからはアドリブだっつってやっちゃうと。はい。というのを、まあ、よく耳にするやつですね。で、あと最近増えてるらしいのがですね、スポーツトレーナーとかですね、インストラクターとか、筋トレとかですね、そのダイエットとかのトレーナーで、まあ、何かその芸能人にも指導してますみたいな男が、モデルの卵ぐらいの女性客を集めてやりまくるっていう。これの強いのがですね、やっぱりその個室でマンツーマンなんで、そも基本的には。なので、その映画監督だったりとかカメラマンとかっていうのも、まあ、要はいろいろ口実をつけて、なんとか2人きりになってっていう段取りを踏む必要があるわけですけど、スポーツトレーナーの場合はもう最初からマンツーマンですから、それでいてなんか筋トレやらですね、ストレッチやらで、その体をこう触れるっていう、その自然に触れるっていうことができますんで、でそんな流れで、まあ、最後にここからが本番だっつってやっちゃうと、はい、っていうこのスポーツトレーナーっていうのも最近は増えてるみたいです。で、あと、最近増えてそうなのが、霊能者的な人ですね。自称霊能者とかですね、占い師とか、あなたには霊が取り付いています、それを払うには私とやる必要がありますみたいなことですね。宇宙エネルギーを受け取った私とあなたが宇宙次元でつながり、波動を送り込むことであなたに一生幸運が訪れることでしょうつってやっちゃうと。こういうのもやっぱりうぞうむぞうなわけですけども、やっぱりそのちょっとテレビで見たことがあるぐらいな人だとつい信じちゃいやすいので、気をつけてもらえたらなと。で、あとやっぱり仕事柄、そのすでに悩みがあって相談してきてるっていうのが多いと思うんで、その上でさらに不安を煽ってくるんで、まあつい信じちゃうっていうより、まあ信じなきゃしょうがないみたいな状況になりやすいんで注意が必要です。この不安を煽られるっていうのが思ってる以上にすごくてですね、自分もまあ霊能者関係ないんですけど、先日脳ドックをやってきましてですね、MRI みたいなやつをやって、でその結果をですね聞きに行って、
ったんですけど、そしたら先生がですね、その脳 の, あの私 の, その白黒のなんか MRI の画像 をですね見せながら、ここに白い影があるってあの言ってくるんですね。で、何ですかそれ、やばいんですかって聞いたら、これはなんか一種 の, その脳にできる脂肪みたいなもので、今はまだ大丈夫だけど、いつか必ず脳の病気になるっていうんですね。脳卒中になるとか。え、ちょっとどうしたらいいんですかって聞いたらですね、あの手慣れた手つきですね、足元の段ボールからなんかのキャベジンぐらいの瓶に入っているのこの箱を取り出してですね、でこのサプリを飲みなさいと。でこれはあのこの脳の脂肪を溶かして、で便から排出してくれるから、これを飲み続ければこの影もそのうちなくなるっていうんですね。で当然あのそんなわけないだろうって思ったんですけど、なんならあのこの脳の画像も俺のじゃないだろうって思ったんですけど、絶対使い回してるだろうと。けど分かってはいるんですけど、結局その一瓶3,000円ぐらいのやつをあの3つ買っちゃいましたからね。正確にはあの2つ買うと1個負けでついてくるっていうことだったんで、まあ、料金的には2つ分なんですけど、ただその頭では完全に疑ってかかってはいるんですけど、ただやっぱりですね、あのそもそもこっちもまあ多少心配だから一応その検査を受けてるわけじゃないですか。しかもそのそれなりにですね、その何万円かのですねお金を払って検査を受けてるんで、あのそこを信じなかったらもうそもそも検査を受ける意味がないみたいな状況じゃないですか。でそこでやっぱりその不安を煽られるとですね、まあ、そんなあからさまな手口でもやっぱり買っちゃうんですよね。まあそんな感じでですね、こういろんなところに魔の手が潜んでるわけなんですけども、まあ大体のその共通点としてはやっぱりその立場を利用したりとか、あとは欲とかですね、その悩みとかにつけ込んできて、その断りにくいように持っていくっていうあのずるい作戦が多いです。ただこれまではその引っかかるやつが悪いぐらいの感じで、その芸能界界隈ではですね、まあ、当たり前のように横行してたわけなんですけども、今あのこうやってまあいろいろですね、ちょっとずつその勇気のある人たちが声を上げていることで、確実にですね、まあ、これからそのそういった作戦がやっぱりあの使いにくくなっていくんじゃないかなとも思いますね。はい、ということで以上ですね、芸能人映画監督の次は誰だ、今後の性加害報道を予想という話をさせていただきました。最後までありがとうございました。